皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今回はですね、知的財産全体編の、知的財産の時代が来ると断言できる理由について、ご説明したいと思います。で、知的財産の時代が来るというのは、この動画のタイトルでもあるんですけども、実際の意味合いとしては、今後、知的財産が、かなり重要視される、時代になってくるという意味になります。で、そのことについてですね、以前簡単にご説明したんですけども、今回改めてですね、しっかりご説明していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、内容を見ていきたいと思います。で、知的財産がですね、今後、ものすごく重要になってくると言われる、理由としてはですね、4つのことが大きく関係してくるんですね。で、その4つのことをこちらに挙げてあるんですけども、順番に見ていきたいと思います。まず1つ目はですね、このスマホですとか、あとインフラの普及というものですね。で、2番目がですね、グローバル化の進行というものになります。で、まずこの1番、ちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけども、まずスマホの普及ですね。これに関しては皆さんもいろんないと思うんですけども、だいたい10年前ぐらいからですかね、すごくそのスマートフォン、特に iPhone とかそういったものがだんだん流行っていって、だんだんそのもうガラケー使っている人が、すごく少数派になってきて、で、やはりですね、そのスマホのいいところっていうのは、やはりですね、情報を簡単に獲得できる、検索エンジン使ったり、あと SNS 使ったりと、そんなことですね、非常に情報の取得が早くなったということになります。なので僕もですね、やはり知りたいことがあったら、もうすぐスマホでもうネット検索で、で情報で探していた情報を手に入れて、で、それでそこからしっかり情報を得るということをしています。やはり本で勉強するというのも非常に重要なんですけども、スマホの場合探したい情報をピンポイントで探すことができるので、非常に便利かなと思います。なのでスマホなしではもういられないというような状況になっています。で、続いてこのインフラのところなんですけども、インフラといってもですね、いろんなインフラがあるんですが、で特に影響してくるのが、通信インフラですね。スマートフォンに使われている、電波で、それは 4G ですとか、あと 5G ですね、非常に通信速度が速くて、情報検索というのがすごい楽になりましたね。であとは Wi-Fi ですね。今外に出ると、いろんなところで Wi-Fi 通ってます。レストランとかコンビニとか、あとホテルとかで、海外行ってもですね、いろんなところで Wi-Fi 使えるので、LINE 打ったりパソコン使って、ネット検索したりとか、そういったことも、どこでもできるようになってますね。であとは交通インフラですね。高速道路がすごく今作られていたり、あと ETC が整備されたりで、海外でも発展途上国でも、鉄道が通ったりと、すごく交通インフラが普及していっています。で、あと続いてグローバル化なんですけども、こちらに関しては皆さんも大体お分かりだと思うんですけども、やはりですね、ボーダーレスの時代になっているなと、その国境の影響がなくなっているかなというふうに思ってまして、やはり日本から海外に仕事行ったり、あと海外で暮らす人もすごく多いですし、逆に海外から日本に来て、仕事をしたり、あとは観光をしたりといった人がすごく増えているなというふうに思います。で、僕も会社員やっていましたので、その時外国人の方、やはり結構いましたし、それからですね、父親が経営する鍋やりさんにある鍋やりさんですね、ここよく手伝い、今まで行ってるんですけども、そこでもお客さんの方がですね、外国人の方、すごい増えたなと思います。あと、ちなみに手伝ってくれてる方もですね、外国人留学生の人が結構多くて、いろんなところでグローバル化しているなというふうに、すごく身近に感じます。この2つによって、どういうことが起きるかというとですね、ここなんですね、情報とか、あと人材の流動化ということです。で、これは具体的な例をお伝えしますと、1つ転職がいい例かなと思いますね。で、今の時代ですね、その1社でずっと何十年働くというよりも、複数社をどんどん渡り歩いていって、転職して渡り歩いて、経験を重ねるという方が主流になっているのかなというふうに思います。で、そのようにですね、転職が進むと、この情報と人材がだんだん流れていって、でそれに伴って、今回メインになってくるその知的財産、企業の、アイデアとかノウハウが流出してしまう
恐れが出てくるんですね。で、実際やはりですね、その会社のノウハウ盗まれたとか、パクられたとか、まあそういったことはすごく、周りの経営者の方からもよく聞きます。で、ネットで調べてもですね、そういう事例はすごくたくさん出てきます。まあニュースにもなったりしますよね。で、まあ特に海外の企業に、転職した日本人が、その技術情報を持っていって、それを使ってしまったとか、まあそういったこともニュースになりました。で、そういった課題が、生じているというわけになります。続いてはですね、3番目、コモディティ化の進行ということですね。コモディティ化というのは、どういうことかというと、かつては、差別化を図れるような、商品を、販売していたんですけども、だんだんですね、その技術力の差などがなくなっていって、後発企業にどんどん追いつかれて、で優位性を失って、で、その、いろんな他の会社との間に埋もれてしまい、一般化してしまうということですね。つまり差別化ができなくなった。できなくなるということになります。で、このコモディティがですね、例を挙げると、家電業界なんかすごくわかりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけども、昔はですね、その日本は圧倒的な技術力で、その家電製品も日本のものがダントツいいというふうに言われてたんですけども、最近はそうでもなくて、中国とか、あと台湾とか入ってきて、すごくですね、安くて、かつ、いいものっていっぱいありますよね。例えば電子レンジとか、あと、パソコンとか、あと冷蔵庫とか洗濯機とか、そういったものですね。で、僕も実際、その、中国製のものを使っていたりしたんですけども、全然日本製のものと、遜色ないと言いますか。そこまでしかも機能がいらないんですよね。日本製のものって、すごく機能充実してますけども、そこまで機能いらないんで、安い方がいいという方もいっぱいいらっしゃると思います。なので、そのかつては、優位性を持っていた日本の商品がだんだん、海外の会社に追いつかれて優位性を失っているという状況です。で、そうするとですね、やはりその差別化が困難になってきて、かつその技術力の差がなくなってきたといったような理由によって、模倣が容易になるわけですね。こういった課題が生じてきます。4番目はですね、その AI の発展ということで、今AI、人工知能、すごく騒がれてますよね。ソフトバンクの孫正義さんも、これから AI だということで、2045年にその人工知能が人を超えるようなシンギュラリティの時代になってくるというふうなことを言ってます。なので、今後、間違いなく AI は発展していくと思いますね。で、そうすると、どういうことが起きるかというと、まずですね、優れた発明、つまり AI が技術をどんどん自動的に生み出していくということだったり、あと著作物ですね。著作物というと歌、作詞作曲を AI がしたり、あと絵を描いたり、そういったこともしていくわけですね。でそうするとですね、中には、人が作ったもの、作った技術とか、あと著作物よりも優れたものがどんどん出てくるということになります。なので、分野によってですね、その人工知能がもうどんどん人を超えていってしまうというようなことになると思います。で、一般的にはあと AI の発展によって今の仕事の8割ぐらいがなくなるだろうとか、そういうふうにも言われているわけですね。それによって事業がうまくいかなくなって最後の前に倒産してしまう会社も結構出てくるかなというふうに思います。で、以上ご説明したようにですね、この4つによっていろんな課題が生じてくるわけなんですけども、この課題を解決できるのが、知的財産ということになります。で、正確には知的財産権ということになるんですけども、その知的財産権、じゃどういったメリット、あるいは効果があるのかというところで見ていきたいと思います。で、まずは一つ目ですね、人が決めた法律による保護を受けられるということですね。知的財産権の、最も一般的な、基本的な考えなんですけども、やはり独自に生み出したそのアイデアですね。それを、特許とか商標とか意匠とか、あとは著作権といった権利で保護する。それで他者からの、模倣を防ぐというのが、一番重要な効果になっています。その、知的財産権の、効果を使ってですね、この一緒にの対策を打てるというわけですね。で、先ほどご説明した通り、情報とか人材が流動化することによって、その会社のノウハウとか、アイデアが盗まれてしまうというリスクが生じるんですけども、それを防ぐためにあらかじめですね、その知的財産権を取得して、でそれで盗まれるのを防ぐということが可能になっています。
で、それからですね、ここでなぜあえて人が決めたという文言を加えているかというとですね、これは法律は、AI が決めれないということを言いたいんですね。で、まあ、AI がその法律案を考えるようなこともまあ、 あり得るかもしれないですけども、ただ、具体に法律を確定させる、決めるときには、やはり人じゃないとできないと思うんですよね。なので、まあ、法律という世界では、AI よりも、やはり人の方が、引き続き有利になってくるかなというふうに思います。なので、その人が決めた、まあ、法律、まあ、つまりですね、まあ、知的財産権法という法律によって決められた、その特許とか商標ですね、まあ、これを持っていればですね、まあ、AI が仮に真似してきたとしても、まあ、それをですね、まあ、販売したり、すると、知的財産権の法の違反となってですね、それは、やめさせることができるということになります。なので、あらかじめ、その特許、商標、意匠、著作権で、アイデアを守って、AI にも、まあ、負けないようにするということが大事になってくるのかなというふうに思います。まあ、そうすればですね、競争力を失わずに、まあ、事業で優位に立てるということになります。それから2番目なんですけども、難しくなくても、新しいアイデアであれば、権利で保護、独占できる場合が多いということですね。これに関しては、コモディティ化への対策になってくるんですけども、コモディティ化によって、技術力とかそういったものに差がなくなってくると、ある会社が新しいものを出しても、他の会社に簡単に真似されてしまうということですね。なので、それはですね、真似される前に、特許とか、商標とか、衣装、著作権で守って、しっかり抑えてしまえばですね、真似されることないんですね。真似されたとしても、訴訟したり、警告したりすることができるということになります。で、その、知的財産権のいいところはですね、難しいアイデアじゃなくても、新しいものであれば、権利を取れる可能性というのが結構高いんですね。で、例えばですけども、以前の動画でご紹介した、いきなり正義のこのビジネスモデル特許ですね。まあ、これに関してはですね、内容を見ると、いきなり正規のお店がやっているような作業内容をそのまま書いたような文章になっています。なので技術的な難しさは、正直全くないと言っていいかと思います。ただ、新しいそのビジネスモデルであったので、特許を取得することができたということになります。で、同様にですね、その会社の名前とかお店の名前とか、あとはロゴマークとかキャッチフレーズとか、こういったものをですね、誰でも思いつくことができてですね、で、かつ新しければ、商標権によって、保護できるので、真似されそうなものでしたら、もうすぐに、権利で保護してですね、模倣を防ぐというふうにした方がいいかと思います。で、やはりですね、その簡単に、真似できて、かつ、斬新なアイデアっていうのは、一番価値があると思うんですね。つまり人が使いたがるものですので、それをですね、権利で独占してしまえば、競争において非常に有利になれるかというふうに思います。はい、以上ですね。この4つの、ことによって、起きる課題を、知的財産権によって、解消していくことができるということで、今後ですね、かなり知的財産権が重要になってくるというふうになります。で、これに関してはですね、世界情勢が、この4つお伝えした通り、よりそっちに動いていくと思います。すでにですね、この4つ進んでいるんですけども、だんだんもう、それが加速していってですね、より顕著になっていくと思いますので、そうした時に、やはりその知的財産というのが、また非常に重要になってくるかなと思いますので、その世界動向とですね、あとは知的財産の重要性ですね、この2つをご認識いただければというふうに思います。それではですね、本日はこの辺で失礼させていただきます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。